コンコン、ゆうきだっちゃ。ヨーナです。ルルアです。ひなです。ランです。あゆみです。スイです。今日潜在撮影で事務所に来たら、ちょっと見知らぬギャルたちがたくさんいて、ちょっと自分も驚いてるんですけど、まあ、ちょっと今日はいっぱい話していこうかなということで、じゃあなんかどういうみんなこう集まりなんですか？私たちが新生エッグガールズです。イエーイ。そのエッグガールズっていうのはさ、どういう活動を今後していくの？エッグガールズは次期エッグ専属モデルを目指すギャルの集まりです。スナップ撮影、エッグチャンネル、エッグイベントなど一緒に、今後エッグ専属モデルの方たちとエッグを盛り上げていきたいと思っています。あ、そうだね、すごいね。じゃあ一人ずつ自己紹介してもらいたいと思います。イエーイ。名前教えてください。名前ひなです。年齢を教えてください。18歳です。出身地はどこですか？群馬県です。趣味、特技を教えてください。料理と車が好きです。一番最近作った料理だけ一回教えて。最近だとミネストローネ。ミネストローネ最強だ。6文字入れてくれね。最強だね。憧れのエッグモデルを教えてください。エッグを好きになったきっかけがマンイさんです。じゃあメンズの中での一番の推しを聞きたいです。おっ、いいよ、こういう推しはやらなくていいよ。ゆうきくんみたいな平成前世紀のギャルも好きなんですけど、キューガくんみたいな今時のギャルも好きです。ズコ。結果一番タイプなのは最初から知ってるヒューガくんで。はい、伝えておきます。自分の一言で表すと何ギャルですか？普通に王道にギャルもいけるし、癒し系も強めも白も黒もいけます。あ、オールマイティってこと？オールマイティギャル。オールマイティギャルです。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。名前教えてください。伊藤愛美です。年齢教えてください。16です。出身地は？愛知県です。趣味、特技を教えてください。ダンスとメイクすることです。憧れのエッグモデルを教えてください。まずエッグを目指そうってなったのはゆうちゃみさんがきっかけで、みゆちゃみさんも今憧れです。メンズモデルの中での推しを教えてください。同じなんですけど、ひゅうがくんです。ひゅうがくん同じだね。だいぶね。自分を一言で表すと何ギャルですか？強めギャル目指してます。目指していこう。ありがとうございます。ありがとうございます。名前を教えてください。名前はルルアです。年齢を教えてください。年齢は中学3年生の14歳です。出身地はどこですか？神奈川県です。趣味、特技を教えてください。趣味はショッピングとメイクすることです。特技は走ることです。すごい。サッカー習ってました。え、かっこいい。ポジションは？ポジションはトップ。うわ、バイバイ天気ゴール決める人、ゴール決める人。そう、オッケー。憧れのエッグモデルを教えてください。元エッグ専属モデルだったピトちゃんです。年物の中の推しを教えてください。ヒューガくんです。大人気じゃん。3票中3票入ってよ。自分を一言で表すと何ギャルですか？綺麗めギャルです。うわ、綺麗めギャル。綺麗めギャル完璧です。ありがとうございます。名前教えてください。ランです。年齢教えてください。中学3年生の14歳です。出身地教えてください。出身は山形です。趣味、特技を教えてください。トレーニングすることと、最近は絵を描くのにハマってます。すごいね、山下清だ。誰？え、知ってる？裸の大将知らん。憧れのエッグモデルを教えてください。キンリプさんです。お、年物の中での推しを教えてください。ヒューガくん。自分を一言で表すと何ギャルですか？強めです。言わされてるか。強めです。確かに。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。名前教えてください。名前はジュリです。年齢教えてください。中学1年生の13歳です。中 1? なんと中1、びっくり。出身地教えてください。出身は千葉です。趣味、特技教えてください。趣味はいろんな漬物を買って試すことです。特技はダンスです。じゃあ憧れのエッグモデルを教えてください。憧れのエッグモデルはモアさんです。
メンズモデルの中での推しを教えてください。ヒューガさんです。おすごいね。入ろうかな俺。自分を一言で表すと何ギャルですか？ダンスやっているのでダンサーギャルだけど、いいね、やっぱり真っ黒が好きなので黒ギャル目指してます。すごい、じゃあ黒ギャルになるの楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。名前教えてください。ゆあなです。年齢を教えてください。中学1年生の12歳です。11。出身地を教えてください。岡山県です。趣味特技を教えてください。趣味特技はキックボクシングです。かっこよ。どんぐらいやってるんですか？今はキック自体は1年ぐらいなんですけど、極真空手を小1から小4の終わりぐらいまでしてました。強っ。すごい。結果売るのやめとこ。え、こんなさ細い足でさ切れるの？切れます。憧れのエッグモデルを教えてください。元専属モデルだったももちゃんです。メンズモデルの中での推しは誰ですか？ヒューガさんです。全員でした。全員ヒューガ君ということで、ヒューガ君に一言お願いします。スイナちゃんと頑張って長続きしてください。それそこ優しい。好きですとかじゃない。優しい。絶対見てくれてると思います。自分を一言で表すとしたら何ギャルですか？格闘系ギャルです。おーいいね。めっちゃいいね。新しい。新しい。ハッシュタグできるよ。確かに。それ作ろう。作ってこう。完璧。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、名前を教えてください。藤井ゆうきです。年齢を教えてください。23歳になりました。出身地はどこですか？山口県です。趣味特技は？鏡見ることですね、毎日自分の顔を。憧れのエッグモデルいますか？元メンズエッグの竹蔵くんですね。メンズモデルの中での推しモモじゃ竹蔵くんですか？まあ俺っすね、今のエッグの推しメンで言ったらプチくんで。ありがとうございます。自分を一言で表すと何ギャルですか？何ギャルか？超スーパーミラクルイケメン王道ギャル。他にもエッグガールズに加入予定の子がいるんですけど、後日エッグ公式 SNS で発表させていただきます。楽しみ。以上、新鮮エッグガールズでした。バイバーイ。バイバーイ。Thank you.